カジュアルファッションの大手アダストリアは、拡大するネット販売の需要に対応するため、アダストリア EC 物流センターをリニューアル、本格稼働を開始しました。センターは数多くの搬送ロボットや最新のマテハンシステムを導入し、作業者の負荷を大幅に軽減しながら、正確で効率の良いピッキングの実現を目指します。センターは国内およそ1200店舗で販売する衣料品や雑貨品など、さまざまな種類の商品を取り扱っています。ファッションアイテムは1商品のカラー、サイズ展開も多く、細かい SKU 管理が必要です。膨大な商品の中から注文品を集めていく作業は複雑なものになります。これを効率よく進めるため、センターでは40人分ずつのオーダーを一つにまとめ、まず SKU 別のトータルピッキング、そしてトータルピッキングした商品をオーダー別に仕分ける、2段階方式で作業を進めます。トータルピッキングで導入したのが1400台の商品棚と120台の搬送ロボットで構成したGTP と呼ばれるピッカーを歩かせないピッキングシステムです。 GTP システムで処理するのは全体の3割を占める出荷頻度の高い売れ筋商品です。棚の間口はすべてフリーロケーションで、入荷商品がランダムに格納されています。ピッキングステーションは14箇所あり、搬送ロボットが該当商品を格納した棚をピッカーの手元に運んできます。出荷棚が到着しました。ピッキングを開始してください。ピッカーは音声とモニターのガイダンスに従って棚から商品を取り出し、コンテナに投入していくだけです。一方、出荷頻度の少ない低回転商品は平棚に商品を格納し、ハンディターミナルを使って台車ピッキングします。このエリアはピッキングゾーンを10区画に区分、1人のピッカーの受け持ち範囲は1区画とし、歩行範囲を最小限に抑える工夫をしています。トータルピッキングされた高回転商品と低回転商品はクイックシャトルに合流しストレージされます。クイックシャトルは各段を水平に走る高速シャトルと垂直走行する高速リザーバーで構成され、スピーディーな入出庫を実現します。出庫指示が出されると、該当商品の入ったコンテナが切り出され出庫していきます。ここはオーダー別の仕分けエリアで PTI システムで作業を進めます。ピッカーの元にはクイックシャトルから切り出されたトータルピッキング品の入ったコンテナが順次到着し、 LED ライトや音声ガイダンスに従ってオーダー別に仕分けていきます。16機の PTI システムを導入し一気に処理します。オーダー別仕分けを終えた商品は梱包エリアに向かいますが、途中で送り状が自動投入されます。梱包エリアでは容量に合わせたサイズの段ボールケースが制汗機から供給され、作業者が手際よく箱詰めし梱包していきます。自動投入された送り状はここで添付されます。現在出荷量は1日最大3万4000件に達しますが、自動仕分け機がスピーディーに行き先別に振り分け、宅配業者に引き取られます。当社の EC サイト .st はアダストリアグループのマルチブランドのお買い物を一度に楽しめるネットショップです。
昨今のネットショッピングの需要の増加を受けて、おかげさまで売上高は毎年2桁の伸びで拡大を続けています。将来の成長と事業拡大を見据えて EC 物流センターをリニューアルしたわけですが、私たちは物流センターの主役はあくまで働く人たちだと考えています。したがって目指したのは、歩いたり探したりといった複雑な作業を軽減させながら正確で効率の良いピッキングを実現することです。グッドトゥーパーソンと呼ばれる GTP を中心としたマテハンシステムを導入したことで、期待通りの成果が生まれています。 EC 物流センターのリニューアルで、ネット販売の成長とさらなる事業拡大を目指すアダストリア、大倉はお客様の物流課題に対し、最新のマテハン技術で最適なソリューションをご提案してまいります。